皆様、桐山敦史と申します。今回はですね、さきさんの一人芝居の応援動画ということで、こうやって一人で、ムービーを撮っとるわけなんですけれども、この、宮川さきのキャラクター大図鑑下巻ですかね、僕はあの上巻の方になるんですかね、山口編おうちカフェ塩サバというところで小中亭というその落語をやってる一門があるんですけれども、さきさんの一人芝居、落語もやるよみたいな感じで一緒に行かせてもらったんですけれども、まあそうじゃなくてもですね、毎年のようにさき、さんの一人芝居を見てるんですけれども、毎年毎年このなんて言うんでしょうね、磨きがかかっていくっていうか、キャラクターにね、命の吹き込まれ方が半端ないぐらい、力入っていってるような気はするんですけれども、さきさんの一人芝居ってね、なんていうかな、ちょっとずっこいんですよね。ずっこいっていう言い方はおかしいんですけど、さきさんの芝居を見た後だと、もう街中で、見る人が全部さきさんのキャラクターに見えたりする時があるんですね。なんでもうさきさんはこの僕らがこう日常で何気なく見てることを、こんなおもろい世界、こんなええとこに、生活してるんやでっていうのを暗に教えてくれてるような気もしています。さきさんにその気があるかどうかは知りませんけれども、これはさきさんに今度聞いてみようかなと思うんですけど、そんなこんなでもう大阪を残すのみですかね、非常にええ舞台になると思うんで、かっこいいさきさんが、作り上げるあの空間楽しんでもらえればと思います。さきさん応援してますんで最後まで頑張ってください。